先日、自民党総裁選が行われ、岸田文雄さんが新総裁に選出されましたよね。勝利者は、ですから、岸田さんなんですが、高市さんも勝利者と言っていいと思いますね。そして岸田さんが、もうすぐ人事を行いますが、それなりの立場に置くと思いますね。皆さん、こんにちは。ハニねです。本日は2021年9月の30日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、イチャイチャするな。岸田さんの奥さん、激怒案件ということになります。 この動画ではあまり触れられてないトースポの動画についての話をお伝えしたいと思いますので、最後までお楽しみください。また、高市さんが岸田内閣で大きな役割を与えられると思われる方は、ぜひチャンネル登録・高評価をして、高市さんが就任されるポストの予想をコメント欄で教えてください。では、今回の目次はこちらです。 ではもう早速話題の動画をお伝えしましょう。こちらはトースポー政治社会のツイッターアカウントの9月29日午後4時21分のツイートですね。まあこれは総裁選結果発表直後のものですね。以下引用です。総裁選に敗れた高市さない氏が岸田文雄氏の報告会に登場し、総裁選を戦っていく中で愛情が湧きましたと挨拶ですね。もうこれだけでお腹いっぱいって方も多いかもですね。 では、添付されている動画の文字起こしもしておきますね。以下、引用です。深々と頭を下げられて、ずっと4人でツアーのようにテレビ局などを回ったりして、だんだん愛情がお互い。本当に私も岸田候補の政策もお互い勉強になり、誰がやってもお互いのいい政策を取り入れてやっていこうね、なんていう感じで、だんだん愛情が湧いてきて、もうこれから離れ難いチームになっていくと思います。 どうかあの、今も私の選対で結果報告とお詫びを申し上げてきたんですが、一丸となって、岸田総裁を支え、そして直近の衆議院選挙を勝ち抜き、来年の参議院選挙を勝ち抜く、その決意を新たにしてまいりましたので、どうか一緒に力を合わせて自民党を盛り上げてまいりましょう。本当におめでとうございました。ありがとうございます。以上ですね。このように高市さんは岸田さんの報告会で挨拶をされます。 そしてこの挨拶をして、頭を深々と下げた後、隣にいた岸田さんとグータッチをした時に、なんかこういう感じの動きをして、ちょっと可愛い動きをされてましたね。で、皆さんは覚えてるでしょうか菅総理が総裁選に出馬しないと宣言した直後に行われた共同通信の世門調査で、9月5日に報じられたもの。 その世論調査では次の首相として誰がふさわしいかという質問に対して自民党支持層が河野37.1%石破23.3%岸田20.5%高市5.3%だったんですよねまあこれを前提にした動画を作りましたらネットでのアンケートを見てないのかこの共同通信の調査は母数が1000程度でありネットアンケートは数万だどっちが正確か明らかだ と一部の人たちがコメントをされてましたがまあ、正直共同通信の調査もバイアスはそれなりにあるでしょうがネットの方のバイアスはその日じゃないですからねただ結果としてこの総裁選においては党員票は河野44%岸田29%高市19%を獲得しています 最初の調査は、河野石場の合計が60%ほどになっていたことを考えると、河野陣営がもたつき、岸田、高市陣営が票を伸ばしたと言えるでしょう。また、議員票に至っては、河野86票、岸田146票、高市114票で、高市さんが河野さんを上回ったんですよね。 すごいわ。<laughs> まあ、そもそも河野さんからすると、1回目の投票で過半数を狙いたいって話だったのに、1回目では河野さんが合計255票、岸田さんが256票で、岸田さんが1票差で1位だった時点でもう払うんでしょうけどね。で、この結果については、例えば高市さん支持を表明していた杉田美桜議員などはこのようにおっしゃってますね。以下、引用です。 党員票が伸びなかったことについて今後原因を分析していかなければなりませんがネットなどで応援してくださった方の多くは自民党党員ではなかったことが大きな原因ではないかと感じております。ブログより以上ですね。まあそんなところでしょうね。また複数アカウントを持っている人が多重投票した可能性も十分に考慮しないといけないでしょう。 で、まあ私なんかよりも今回の総選挙に近いところにいらっしゃった杉田議員の意見の方が正しいとは思いつつ、私も意見を言うのですが、今回高井さんの党員票は伸びたと思いますよ。多分9月の初頭からずっとメディアに出た結果、高井さん支持を決めた人も多くいたのではないでしょうか。今回の結果を見れば、もう高市さんは将来の有力な首相候補と認めざるを得ないでしょうね。 まあだからこそ、岸田さんの報告会で高橋さんはまた挨拶をされましたし、現場も笑い声の絶えない明るいものでしたからね。ただ、あれ、イチャついてたよね <laughs>。まあとはいえ、岸田さんもある意味奥さんとイチャついてましたね。こちらは岸田さんの公式アカウントの9月29日午後11時55分のツイートですね。以下引用です。帰宅すると、妻の優子がお好み焼きを作ってくれてましたが、インスタライブで私が、 妻の作ってくれるお好み焼きが大好きですと言っていたからです。いつも最高に美味しいけど、今日は一生忘れられない美味しさでした。ありがとう。以上ですね。まあ、お熱いことで、ね。 まあ我々国民は岸田さんに愛情を感じ始めた高市さんがどんなポストを与えられるかに注目してますけどね。皆さんは何に注目されてますでしょうかぜひともね、皆さんのご意見をコメント欄で教えてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価の上、こちらの動画や再生リストもチェックしてくださいね。いろいろ作っておりますので。では、バイバイ。